ツンデレ元気印のひなた、スパダリ高青年のソーマ、二人が描いていく恋の行方は一体、胸キュン BL ストーリー、ソーマひなた。ひなた、ソーマ、ごめん、もうダメ、我慢できない。なんで、なんでこんなことになっちまったんだよ。俺の名前はひなた。恋人であるソーマと新しくできた遊園地に来ている。結構広いな。だな、なあなあ、ジェットコースター乗ろうぜ。いいけど、ひなた大丈夫？余裕だって、何回でも乗れちゃうぜ。俺は1回でいいんだけど。どっちが先にギブアップするか勝負だな。気持ち悪い。はい、お茶。大丈夫？ああ、サンキュー。無理するから。いけると思ったんだけどな。つうか、相馬のが全然余裕じゃん。まあ、日向よりは平気かな。チェー。絶叫系はちょっと休憩にして、軽いやつ乗る。だな、ボートで回る系がいい。あるかな。とりあえず、歩いてみよっか。おう。それにしても遊園地なんて久しぶりだよな。あいつらも来れればよかったのに。みんなバイトとかで予定合わなかったからな。残念。俺はラッキーって思ったけど。え、なんで？日向と二人きりで遊園地デートでしょ。あ、そうだな。日向は俺と二人じゃ嫌だった？そんなことねえよ。本当？本当。俺もソーマとデート嬉しい。ひなたは可愛いね。ちょ、からかうなよな。からかってないよ、いつも本気。それはそれで恥ずかしいんだけど。はいはい。なんだこれ。ドッキリハウス。何が起こるかわからない。ミッションをクリアしないと出られない部屋だって。へえ、面白そう。人も並んでないし、怪しくない？楽しそうじゃん。謎解きとかミラーハウスみたいなやつかもしんねえしさ。入るの？もち、ほーら行くぞ、ソーマ。ん？ベッド？何これ？なんか置いてある。ジュース？なんか書いてあるぜ。媚薬100本を飲まないと出られない部屋？媚薬？なんだよこれ。アトラクションにしてはふざけてるね。だよな。もう出ようぜ。あれ、開かない。全然開かねえ。入り口の扉も鍵がかかったみたい。はあ、じゃあどうすんだよこれ。この媚薬飲むしかないんじゃない？嘘だろ。媚薬ってあれだよな、そのエロい気分になるとか、そういう。日向は飲まなくていいよ。え？俺が100本全部飲むから。え、でもさ。こんなの日向に飲ませたくないから。ソーマ、早く終わらせてさっさと外に出よう。おう。どう？さすがに一本じゃわかんないけど、ジュースではなさそう。大丈夫なのか？心配しないで。変に日向に手出さないから。別にそんなこと心配してねえから。そう？じゃあどんどん行こうか。変な部屋に閉じ込められたんだけど、ソーマが俺の代わりにミッションをこなそうとしてくれた。本当、こういう時頼りになるんだよな。最初は順調に飲み干していったソーマだったんだけど、本数が増えれば増えるほどソーマの様子がおかしくなって。汗すごいぞ。効いてきたみたいだな。その媚薬ってさ、やっぱりそういう気分になったりすんの？いや、変な意味じゃなくて、俺飲んだことねえし気になっただけ。なるよ。そうなんだ。へえ。体が熱くなって
目の前の恋人を今すぐ押し倒してめちゃくちゃにしたくなる。ソーマダメ。え、キスで止まれる自信ないから。それってだからひなた、あんまり煽るようなこと言わないで。ごめん。よし次。よし70。あと30本か。ソーマちょっと休憩しようぜ。ほらこっち来いよ。寝転がったら落ち着くかもしんねえしさ。うわぁ、ひなた。ソーマ、ごめん、もうダメ、我慢できない。ひなた。ソーマ。ソーマ、ごめんひなた、ちょっと離れて。ソーマ、ち、触るな。襲うようなことしてごめん。こんな薬に任せてひなたのこと抱きたくない。ソーマ、すげえ汗かいてる。息も荒いし辛そう。そりゃそうだよな、一人で70本も飲んでんだ。まともに喋れてる方がすげえよ。俺のためにごめんな。ちょっとひなた、何してんの。ソーマにだけこんな目に合わせてんのおかしいって。ごめんな。いいって、こんなのお前に飲ませるわけには。俺だってソーマ守りてえし。ありがとうな、俺のために嬉しかったぜ。ひなた、俺も飲む。ソーマ、残り一緒に頑張ろうな。これで最後。やべえ、体が熱い。でもこれでこの一本飲めば終わる。ひなた、貸して。ソーマ。大丈夫か。終わったよな。よかった、早くこんなとこ出よう。ひなた。ソーマ。何。ひなた、どうしたの。だって体熱い。ひなた、外出てどこかで休もう。ほら早く。ソーマ。ひなた、悪いけどこれ以上はさすがに我慢できないから離れて。我慢すんなよ。我慢しなくていいから、この暑いのどうにかしてくれよ。ひなた。後から止めてって言っても無理だからね。止めなくていいから早く。ひなた、愛してる。